ただいまちょうど2次の審査が終わりました。それで集計をして、実はですね、1次の予選の時にものすごくたくさんの、バスファゴットの方が、お残りになって、我々もいやすごいファゴットのレベルが上がってて羨ましいなっていうふうに思ってたんですけど、2次のところで、ちょっと、それの展開というのは、まあ、これがコンクールの非常に面白いところで、今回はファゴットばっかりが残るんじゃないかと思っていたらば、そういうふうにはならなかったんですが、でもまあ、聞いて、実際にコンサートにいらして、本選にいらしてお聞きになれば、また納得していただけるような、方々が残ってもらえたんじゃないかなという気もいたします。ただ予選で、一次予選で、たくさんいらしたファゴットの方はどなたも素晴らしかった。今回はもうびっくりするほど、もう審査員室で話題になるぐらいに素晴らしい出来だったというふうに思います。次の、本選はですね、こんなにたくさんの方々から、抜け出て、それでお残りになった方々、いわゆる、まあ、精鋭ですよね。そういう方々が技を競う、音楽性を競うということで、とても楽しみな会になりそうだなというふうに思っております。皆さんどうぞ、いらして、ご自分たちの耳と目で、ご確認ください。よろしくお願いします。